3人の一番尊敬する経営者は誰ですか？僕はよく言ってるんで、別にそんなに尊敬する人はいないんですけど、どうですか？いないです。正直、いいないなでいす。です本当ね。にいない。辻さんは？僕は尊敬できる人はいっぱいいますよ。あ、いやいや、それはそうなんだけど、なんか有名な人ではいないでしょ、多分。そうですね。その日本に、日本のちょ、まあでも、その相手言うなら、日本の有名な社長で、誰でも知ってる社長で言うと、ユニクロの柳井さんとかは、すごい考え方が大好きです。ああ、そうなんですね。なるほど、なるほど。なんか、このギブ精神がすごいじゃないですか。したりとか、やっぱああいうヒートテックでもこう被災地に一番に、日本人で一番こう募金したりとかなっていうと、僕のお母さんがすごいテレビで昔泣いてたんですよ、それを見て。僕、母子家庭でやってるんで、なんか、ケイタもこういう人のために頑張れるお金持ちになってほしいって言われたのを覚えてるんで、なるほど。で、ユニクロの柳井さんって、アパレル業界でどこもお金貸してくれなかった時に、唯一地方銀行の山口銀行がお金貸してくれて、そこから成り上がったんですけど、で、今って山口銀行って利息高いじゃないですか、メガバンクにしたら。メガバンクに比べると。でもあの人は広告とかに山口銀行絶対載せるんですよ。0を1にしてくれたのは山口銀行だから、そこの感謝を忘れてはいけないって言って絶対載せたりするんで、なんかそういうところはすごい考え方、尊敬できるなと思いますね。気持ちが熱いですね、それは。ただ憧れはしないですね。尊敬と憧れは僕違うと思ってるんで。なるほど。